ジョージ・ホイット・フィールドは、18世紀イギリスと植民地、時代アメリカに、大きな影響を与えたキリスト教の伝道者、イングランド国教会の牧師、説教者、メソジスト信仰復興の指導者である。1714年12月16日、イングランドのグロスターに生まれ、1770年9月30日、マサチューセッツで昇天した。現在メソジスト派の創始者は、 ジョン・ベスレーではなく、ホーイット・フィールドだというものもいる。ホーイット・フィールドは、信仰復興のメッセージで知られる。そのリバイバルは、大覚醒と呼ばれた。ホーイット・フィールドは2歳の時に父親を亡くした。15歳の時までは、嘘をつき、悪い言葉を口から出し、教会にも行かず劇場、カルタ、俗悪本にふけった。15歳で学校を辞め、 母親が経営する旅館の手伝いをした。彼は貧しい未亡人の息子だったので特別給費生としてオックスフォード大学に入学した。授業料免除と引き換えに上流階級の学生たちの召使いとして働きながら学業に励んだ。召使いの仕事は朝学生たちを起こすことに始まり彼らの靴を磨き本を運び、 時には課題を代わりにすることさえあった。大学に入学してから、明確に、キリスト教信仰を持ち、ジョン・ウェスレイ、チャールズ・ウェスレイ兄弟と大学で、ホーリー・クラブの交わりを持った。彼らは、メソジストと、あだ名された。一時期、ホーイット・フィールドは、ローマ・カトリック的な禁欲主義に惹かれ、トマス・ア・ケンピスなどを読みふけっていた。人の魂に宿ってくださる神の命などを読み、 ついに暗闇から解放され、彼はキリストのものになった。そして聖書そのものをひざまずいて祈りつつ読むようになった。改心後の彼の経験差は、グロスターの主教に認められ、1736年、規定の年齢に達する前に出自として聖職者暗視を受けることになった。彼が22歳の時であった。ホーイットフィールド故郷のグロスターで最初の説教をした。 幼少時からの彼を知る回収の前で説教することは身をすくませることだったが、神の臨在を感じ、語るにつれて心は燃やされ、福音の権威を持って語ることができたという。最初の説教で回収は心を打たれ、そのうちの15人が狂人になってしまったという苦情が主教に持ち込まれたほどだった。1737年から1年間合衆国に渡り、 ジョージア州の貧しく無学な人々の間で働き、児院の運営を助けた。1738年の後半に、司祭暗守を受けるため、故郷に帰国するも、彼を、狂信的な熱狂主義者と疑う、イングランド国教会が、公団からの説教を拒んだため、野外説教で福音を述べ伝えるようになった。国教会の聖職者たちは、洗礼を受けた者は、 自動的にクリスチャンになると考えていたため、ホーイットフィールドがすでに洗礼を受けた者も申請する必要があると説教したことに腹を立てたのだった。予定説をめぐってウェスレートたもとを分かった。ホーイットフィールドがカルバン主義者だったからである。リバイバルの指導者ではジョナサン・エドワーズもカルバン主義者であった。1740年、ジョージア州に孤児院を設立した。 ホーイットフィールドの説教悪徳の街ブリストルの貧しい単行労働者たちに福音を伝えた。ホーイットフィールドの説教を聞き、彼らは涙に無線だと伝えられる。1740年の集会では1万2000人が集まり、泣き叫ぶ声でホーイットフィールドの説教が書き消されるほどだった。彼の説教には印と不思議が伴っていたと言われる。 ホーイットフィールドの遺体はニューベリーポートの長老協会の公団の下に置かれている。大覚醒と呼ばれるリバイバルは次の世代の伝道活動の形を決定した。ホーイットフィールドは福音主義の父の一人と考えられ、今もアメリカは彼の遺産を受け継いでいる。伝道の歴史的探求メンデル・テイラー著、福音文書館公開。 リバイバルの源流をたどる尾形守る著 ISBN 48億7207万2049電動の歴史的探求全室。ありがとうございます